クルエル・オルランドより、ルノーたちは、乙女と騎士が近づいてくるのを発見するルノード・モントー・バンは、フランスものなどに登場する騎士。12世紀フランスの武勲士、英文公の4人の息子などで活躍する。クルエル・オルランドなどのイタリア文学の影響で、日本ではイタリア語名で、リナルドと呼ばれることが多い。英文公の息子であり、モントー・バンに領地を持っているので、ルノード・モントー・バンと呼ばれる。 いとこには魔法使いの文字がおり、アイババヤールと魔法の剣フロベージュを所持している。現存する最も古い文献は12世紀後半に成立したと考えられている因文で形成されている武君子、モ文公の4人の息子である。これは18,489のアレクサンドランからなるもので武君子としても最長のものの一つである。13世紀以降、 これとは別に、ルノーの物語が作成されていった。元の物語とともに、これらは、ルノーの物語群と呼ばれている。内容としては、いとこで、魔法使いの文字の若い頃、あるいは、マラージの死を題材にしたものなどがある。14世紀、15世紀には、ルノーの部君詩は、三分のものと変化していった。いくつかの番を見たところ、 三分になった、モン公の四人の息子は15世紀後半から16世紀半ば頃のフランスにおいて最も人気のある騎士物語だったようである。ルノーの物語はヨーロッパ中でも成功を収めた。13世紀の初めにはイギリスでも知られるようになり、三分の番、陰分の番が共に14世紀イタリアで存在していた。ルノーは、 イタリアルネサンス期の女子史でも重要な活躍をしており、ルイジ・ブルチのモルガンテ、マッテーを、マリーア・ボイアルドの恋するオルランド、ルドビーコ・アリオストのクルエル・オルランドでも重要なキャラクターとして活躍している。物語はルノーの父、エーモンコーとシャルル・マーニュの対立から始まる。かつてシャルル・マーニュに反逆したドーンド・マイアンスの息子であるエーモンコーは、 一族に対する処遇への不満から、シャルル・マーニュに反逆する。結局、エーモン公爵は敗れ、シャルル・マーニュに降伏する。うち、エーモン公爵にはルノーを含め4人の息子が生まれた。ある時、ルノーは、口論から、シャルル・マーニュの老いを殺してしまう。そのため、ルノーたちは、シャルル・マーニュの宮廷から逃げ出すのであるが、これを許さないシャルル・マーニュと対立してしまうことになる。 途中、ルノーはスペイン王に仕えるなど、右与曲折の末、結局はシャルル・マーニュ軍に敗北してしまうのであった。この長期間にわたる戦争の最中でも、ルノーたちはシャルル・マーニュがパラディンたちの説得を受け入れ、この戦争をやめるまで変わらぬ忠誠を誓っていたという。4人の兄弟は、ルノーが十字軍としてパレスチナへ行くこと、 バヤールという馬をシャルルマーニュに献上することにより罪を許される。このバヤールは魔法の力を持っており、4人の兄弟をまとめて背負うことができる大きさに変化するという不思議な力を持っていた。シャルルマーニュはこの魔法の馬に重りをつけた上、川に投げ込むように命令した。しかし、馬は森へと逃げ込んでいくのだった。この後、十字軍の冒険を終えたルノーが帰還してくる。 結局、ルノーは家を捨て、ケルンへ向かうことになる。ケルンで、ルノーは、聖ペテロの聖堂を建設する仕事に就く。他人の数倍もの働きをするルノーだが、逆にルノーに腹を立てた、怠惰な労働者たちに殺害されてしまう。不思議なことに、ルノーの死体は、川から浮かび、彼の兄弟たちのもとへ向かい戻っていくのだった。この物語において、 シャルル・マーニュは復讐心の強い悪役,役として描かれており、魔法使いのマラジジに馬鹿にされるシーンも存在する。明らかに作者の同情心は4人の兄弟に向けられているが、最終的に封建的な権威が維持されている。シャルル・マーニュのパラディンとして活躍。イタリア語風にリナルドと表記されることが普通。ルッチェーロとの恋に苦しむ妹。 ブラダマンテの理解ある兄として登場。妹ほどは活躍しない。また、特にシャルル・マーニュに反逆するような描写もない。冒頭で魔法の泉の水を飲んでしまい、オルランドと共にアンジェリカに恋してしまう。それでも、職務放棄花だしいオルランドと異なり、ルノーは、後ろ髪惹かれる思いで、スコットランドへ、援軍依頼に赴いたりと職務には忠実。戦闘能力も、 かなり高く、オルランドに次ぐ腕前。強いだけではなく、騎士道精神にも優れており、スコットランドでは不手疑惑により処刑されそうになっている女性に対し、幾人も女性を囲う男はむしろ称賛されるのに、女性が同じことをした場合、あるいは疑惑を持たれるだけでも処刑される法律は、理不尽で改正されるべきだと弁護に回り、決闘も辞さない。また、 これまで多くの男女を不幸に貶めてきた不定な妻を持つ夫には飲むことができない魔法の杯きに対し自分は妻を信じるしそういう人間を疑って試すようなこと自体許されないことだと発言し使用を拒否不幸の連鎖を断ち切っているありがとうございます